元祖麻婆テレビ、本日は都城農業高校にやってまいりました。農産物即売会があるというので早速参りましょう。都城農業高校はなんと去年100年を迎えました。100周年で101年目になりましたね。即売会です。それでは早速校長室にお伺いしたいと思います。都城農業高校玄関、私のねふるさとの母校なんですよ。こうご覧くださいね、これご覧ください。農学の精神、もう農業はですね国の基本なんね。自分や他人を大切にし、思いやる心を育てる、そして農業の力を持って自分の知識や人格を耕し磨き続ける、見て聞いて知って実行する、これがこの学校の校訓ですね。それでは校長先生にお話を伺いしたいと思います。校長、校長室です。それでは失礼します。あ、おはようございます。失礼いたします。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりございます。どうもお世話になります。よろしくお願いします。いえ、とんでもないです。よろしくお願いします。どうぞ。はい、お邪魔します。校長先生、はい、今日は農産物即売会というのが、そうです、学校を挙げてやられるそうですけど、どんなものを即売されるんですか。ね、そこにちょっと帰ってきたんだけど、はいはい、結構いろいろ売ってるんですよ。多分これね、はい、しろさん学生時代におられた頃からやってたので、はい、まあ多分自分の学科しか分からなかったと思うんですけど、畜産家でしたからですよね。今畜産家もね、はい、牛肉を売ったり豚肉を売ったりね。どうしたですよ。ほら、それは初耳です。今日は生徒が元気に産みますから、ぜひ、はい、ぜひですね、うん、この自分が作った、そうですね、農作物、それから畜産物、そういうものをまず作ってから売って元気に帰る、それがこの回転して生きていくための基本ですからね。そうですね、これが大事なんですよ。ただ勉強ばっかりじゃなくて、生きていくための形をですね勉強していく。ですよね。シクラメン、はい、それからメロンに大根にブロッコリー、うん、もち米にうるち米に卵にそうですか。農産物はロースハム、うん、鶏のももベーコン、はい、ジャムから、はい、味噌まであるんですか。あります、あります。これはね、僕は学生時代も作ってたんですよ。あ、そうですか。味噌といえば、うん、麹ですよね。ですね。前回ですね、鹿児島大学に行きまして、麹の、麹というのはお味噌もできるし、うんうん、ね、焼酎も醤油もできる。ですね。そこで焼酎をですね、作られる博士の先生にお話を。お伺いしたんですよ。そうですか。工場面白いですよね。工事というのは勉強ある。ありがとうございます。僕も今年は退職なんでね、はい、最後ちょっと盛り上げたかったんですよ。ほらもう先生もそうですか、最後こうやってね、ずっともう生きてる間やってほしいですけどね。本当ですね。そういうわけないじゃないですか。そういうわけないんですよね。元気ですからね。まだまだいけるんですけど、さあ、はい、それでは本題のこの即売会ですけど、クラスに分けて、どういった学科ですね。学科、学科別で販売します。学科別で販売、だから農業は農業、畜産は畜産、はい、園芸は園芸、ライフはライフっていうような感じで販売します。それぞれ自分たちで作っているものを販売します。前回も聞いたんですけど、学科クラス勉強してらっしゃるのはどういう学科があったんですかね。農業科ですね。農業科、もう100年間変わらず農業科。おで、畜産科、畜産科、あとライフデザイン科って、昔は僕らの時にはちょうど繊維科と生活科ってありましたね、はい、これまあ一緒にしたような学科がライフデザイン科というのがあった、はい、あと食品科学科で、はい、でね、農業土木は逆にその農産物作ってないんで、はい、
彼らはね、一生懸命頑張ってくれて、例えばお客さんがかいろいろ買うじゃないですか、はい、結構荷物増えるんでね、今日また雨も降ってるし、おうおう、みんなカッパ来てね、はい、車まで運んでくれるんですよ。ほら、まあ、アフターサービスが人もいて、それも勉強になります。やはりお客さんが、ね、あの学校を出るまで、そこの心が、気持ちが伝わります。うん、ありがとうございました、はいどうぞと、雨の中はですよ、車を運ん で、 うんで、ね、そこを運んでくれる、嬉しいじゃないですか。ですよね、はい、もう駐車場の係をしてくれたりね、はい、もう本当こう学校全体上げて、はい、で子供たちもそれをよく分かってて、はい、もう一生懸命やってくれるんでね、あの本当嬉しいですよね。はい、で学科の科目がその5つ、はい、5つある5つあるわけですか。はいはいはい、そして、今日即売会は、あのどの科目の方々が即売をされるんですか。農業と畜産とライフと食品、動物を除いたところ全部ある。ああ、そう、はい、そうですか。ライフというと、ライフの方々、ライフのデザイン家というのはね、はあ、何か、まあ、クッキーだとか、あと自分たちであの、なんかな、例えばあのクリスマスのリース、はい、あるよを作ったりとか、寄せ植えをしたりとか、はい、いろんなの結構人気あるんですよ。おで皆さんね、はい、買いに来られて、はい、であの子たちとやっぱり笑顔がいいんで、結構あとバザーをやったりとか、はい、いろいろやってますよ。面白いですよ。あそれとなんかね、学校だけじゃないんですうち、はい、実はね、私たちみたいな卒業生たちも来る。今日はですか。はい、お卒業生たちも自分たちで作ってる農産物がありますよね、はいはい、だからお学校に協力するということで、うん、OB も一緒になって盛り上げるっていうのがうちの、まあ、県内唯一だと思いますけど、非常に僕はこれも面白いというか、いい取り組みですよね。素晴らしいですよね。素晴らしいと思います。OB の方々も自分たちで作られた農産物を持ってこられて、はいはい、そこで一緒になって一緒になって、で子供たちもそれをちょっと手伝いながらやるという、はい、それがいいですよ、手伝いながら。ですよね、先輩から学ぶ。そうです、ぜひそこの場面は最高だと思います。はい、うん、素晴らしい。もうその現場を、うん、今日も本当にあの何時から。9時半から、ね、9時半から、すでに7時半ぐらいから並んでますけど、はあ、お買いに来られる方はどういう方が来られるんですか。一般のお客さんがもう毎年来られてると思うんですよね。もう1000人を超えてますので、はあ、大体9時半からね、だってもう7時ぐらいから並び始めるので、特にね、人気なのが、はい、まあ、肉製品のハムだとか、はあ、あとシクラメン、はい、あとメロンとか、うん、この辺はやっぱ外せないというか、皆さんそう、値段も値段はもう本当に安いですよ。僕らは別にあの商売じゃないんで、はい、あのとにかく原材料が上がればいいというあらまたお茶も美味しいですね。いいですか。すいません、ありがとうございます。いやお茶もいただいております。もう本当いただきます、うんうん、いやすごいですよね、うん、この即売会は、うん、あのいつ頃から始まったんですか。いつ頃から、なんでしょうね、僕もちょっとわからないけど、多分都城農業高校になったのが昭和40年だね、はい、多分もうそれくらい単独の農業高校になったから始まったんじゃないかなと僕は想像してるんですけどね。私が記憶の頃、記憶がある頃は、うん、私が学生の頃は、うん、あシクラメンとかいろんな鉢を持って学生の皆さんから外に回って、玄関でピンポンをしてですよ、うん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 、こんにちは、あのシクラメンを作ったんですけどいかがですかと回ってらっしゃったのは記憶があります、うんうん、今もしてますよ。あ、今もやってらっしゃるんですよ、はい、途中で要するにこの時期に上がる花は今売りますけど、うん、やっぱ夏とか春とかもあるわけで、はい、その時には子供たちが売っていきますよ、はい、でカルピスを売ったりね、はい、いろんな肉製あの売ったりしますよ。はは、人気ですよね、うん、はい、それですよね、やっぱり、はい、あの作る勉強をするだけではなく、うん、販売するところまでいかないと、うん、そうですね、卒業してからやっていらっしゃいませんか。なくなったんですね。取ったな、うん、もう学校でですね、本ばっかり見て、まあ、あの乳を搾り、肉を作る、缶詰を作る、ジャムを作る、うん、そういう勉強をしても、うん、これを自分の手で打って初めて、うん、あのこの生活の糧にも生きていく循環になるわけですから。ですよね。これが一番大事ですね、うん、やっぱ子どもたちがやっぱ自分たちで作っているっていうのはやっぱ自信持って
やるので、はい、それはいいですよね、うんうん、自分の作った 作品というか、うん、そうです、心を込めて作ったものだから、はいはい、自信を持ってですね、ですね、なるほどですよね。今日は即売会の他に何かないんですか？即売会の他はね、実はうちあのこのアグリフェスティバル農業の部っていうのが今日なんですけど、はい、これは即売会なんですよ、はい、実は文化の部っていうのが昨日とっといて2日間でやって、はい、でこの時はもう合唱だとか、はい、それとか劇だとか、はい、あと個人エントリーだとか、なるほど、そういうのをね昨日、はい、昨日とっといてやったの。ということは、うん、もう3日前からこのそうあのアグリフェスティバルっていうのはフェスティバルが行われて、そうです、3日目になるわけですか。最後これで締めくくる。あ、そうですか。今日は締めくくり。締めくくり。まあ力が入りますよね。ですよね。もう全部完売して皆さん方に。早いですよ。あっという間になくなる。なくなる。だから12時ぐらいに来た人から怒られることがたまりますよね。おお。12時までと書いてあるのに、うん、ないんですか。うん。やるけど。はい。それではよろしくお願いします。これもうちょっといいですよ。あ、これは。